エクアン・ケンジは、日本の工業デザイナー。GK デザイングループ創設者。静岡文化芸術大学名誉教授。リム F にある、AQ アン・ケンジ展示室 GK インダストリアルデザイン、研究所所長、世界デザイン機構会長、第4代、クワサワデザイン研究所所長、静岡文化芸術大学デザイン学部学部長などを、歴任。東京府生まれ、ハワイ。 広島県育ち。両親は広島の出身で僧侶だった。エクアン・ショウジ元日本大学芸術学部教授は弟。父の後を継ぐため1945年、江田島の海軍兵学校から原爆が投下された8月の終わりに広島市へ入る。実家の改善時は爆心地から500メートルのところにあった。焼け野原に焼けただれた寝台の枠や鉄と自転車。 路面電車が壊れてひっくり返っていた。消えようとしている者たちの助けてくれという叫び、一方で四輪駆動のジープに乗った GI のポケットにはチューイングガムやチョコレート。物不足は辛く、新中軍がユートピアに見え、壮絶な地獄へと物への憧れが重なった。父の後を継いで仏門に入ろうとした時期もあったが、この体験がエクアンをデザインの世界に向かわせた。 1952年、東京芸術大学在籍中に、同大学教授の小池岩太郎の下で、友人と共にアルバイトグループ GK を設立、後にデザイン会社に発展した。当時、ビジネスの世界では、デザインという概念、価値は全く認知されていない時代だったが、地道なプロモーション活動を続ける。それまで企業内デザイナーが手掛けていた製品デザインを、 企業から受注する新しい流れを作ったと言われる。エクアン・ケンジがデザインしたキッコーマンの醤油雑誌1959年、黒川希少、菊竹清志くんだ若手建築家、都市計画家グループとメタボリズムを結成、唯一の工業デザイナーとして参加。1961年、有名なキッコーマン醤油卓上瓶をデザイン。この都市大ヒットし、 醤油イコールキッコーマンというブランドを打ち立てることにも大いに貢献。この商品は発売開始以来一度もデザインを変えることなくロングセラーを記録、国内外向けに約4億本生産された。その後は鉄道車両、オートバイ、自転車、冷蔵庫、洗濯機、電話機、印刷機械、ミシン、パソコン、カメラ2016年夏季オリンピックの 東京開催小値ロゴなど多数のデザインを手掛けている。また1970年大阪万博などの博覧会デザインにも携わり、1989年の世界デザイン博覧会では総合プロデューサーも務めた。日本の工業デザイン会の草分けにして日本の第一人者として知られた。1979年工業デザイン会のノーベル賞と言われるコーリンキング賞。 2000年に君四等旭実賞受賞。2003年にラッキーストライクデザイナー賞。2014年、コンパッソ道路賞国際功労賞など、日本のみならず、フランス、イタリアやフィンランドなど、海外の勲章も受賞している。フィンランドとは、古くから交流を持ち、日本フィンランドデザイン協会の会長を長年務め、フィンランドのデザインやデザイナーが日本をはじめ世界で、 知られるよう尽力した。また、中国のデザイン会にも大きな功績を残している。1987年にクワサワデザイン研究所第四大所長として学園内で対立していたクワサワデザイン研究所と東京造形大学の橋渡し役として専門学校教育と大学教育の共生の道を模索することに努めた。 静岡文化芸術大学の創設に携わり、デザイン学部教授に就任。後進の育成に努めるとともに、初大学部長などの役職を務めた。2006年6月、同大学の名誉教授となった。また、広島国際大学においては、客員教授を務めた。2015年2月8日、ホラフ全症候群で死去。去年85。 広島県福山市のリング F にある福山市ものづくり交流館の一角にエクアン県事展示館が設けられている。ありがとうございます。